こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、以前にねホビーオフで購入したこちらの金色のゼロ系新幹線の後備車なんですけど、これをねちょっと走らせられるように改造してみたいなと思います。で、後備車なんで先頭車の動力車を取り付けたらちょっと走れるようになるんじゃないかなと思ったんで、ちょっとねこれに動力車つけてみようと思います。で、つけるのはね、あの2段階切り替え の単三電池仕様のね、こちらのねシャーシつけれるようだったらつけてみたいなと思います。ということで、早速ねちょっと改造してみますね。とりあえずねちょっとこの車輪の部分外します。まずここを外して、こんな感じになってて、あとこれですよね。これ外したら、ひょっとしてもう簡単にできるんじゃないですかね、これ。あとここ切らなきゃダメですね。このネジ止まってた部分ね、これ切りますね。よし、で、いけそうやね。ほぼほぼいけそうやね。こんな感じでね、結構はまるんで、あとは、スイッチのとこだけ切り抜けばもう簡単に乗っかると思います、これ。あとこの爪の部分ね、ここの爪の部分もちょっとここ切り抜かなきゃダメなんで、ちょっとこれに合わせて、切り抜こうかなと思います。これを見ながらにしましょうか。これを見ながらとね、ここやね、ここちょっと大丈夫かな。最初はですね、こんな感じでカッターで切ればね切れるんじゃないかと思ったんですけど、これ思った以上にプラレール硬いんで、こういうカッターではね切れませんでしたね。これ無駄な作業です。ここはあとドリルですね。ちょうど昔ねプラレールをミニ四駆化するときに買ったドリル持ってたんで、そのドリルを使ってカッターの傷跡に沿ってね穴を開けていきました。はい、こんな感じでねちょっと穴をポコポコと開けて、あとここをカッターでブチブチっと切っていこうと思います。もう皆さんはあれですよ、やる場合はめっちゃ気をつけてくださいね。どうやってここを切ったらいいかな。これだったらカッターで切れるかなと思ったんですけど、無理だ、カッターじゃ切れんもん、ニッパーだな。こんな感じでねニッパーで切ることにしました。ただね、このニッパーで切る作業結構楽しかったっす。よしよし、これで、いけましたね。こんな感じで一応切り抜けましたんで、あとはちょっとカッターでこの辺ちょっと綺麗にしたいと思います。はい、こんな感じでね結構綺麗にくり抜けたかな。じゃあこれでとりあえずここね切ります。ちょっと切ります。これ上手にいかないと。この爪の部分は、ニッパー使ってこんな感じでちょっとゆっくり切っていったり、あとドリル使ってねちょっと穴開けたりとかね、あとはカッター使ったりと、なんとかね切り抜けました。こんな感じでちょっと削ってみました。多分もうこれでいけるんじゃないですかね。ちょっとつけてみますね。じゃあこんな感じで、あれ何かが当たってるな。あここだ。これが当たっちゃいます。結構削らないといけないかも。ここやね、ここをちょっと切らないと、ここ切らないとダメですね。じゃあちょっと取り付けてみますね。いけるかな。いいんじゃないですか、これ大丈夫ですね。ただちょっとはなんかへこみすぎるみたいな。ここ支えるものがないんですよね、前側を。ちょっとガクガクするんで、ちょっとね、こう、段ボールの切れ端、これね、適当に切って、はい、こんな感じでね、取り付けてみました。もうこれで多分いけると思います。じゃあ、これで、よいしょ。で、高さも、ちょうどね、ちょうどいい感じになりましたので、いいですね。これで、多分ね、ちゃんと走れると思いますので、あとせっかくなんでね、後備車もう一個あるんで、これをつなげて、よいしょ。これでね、ちょっと待って。じゃあこれで、ちょっと走らせてみたいと思います。いや、嬉しいな。はい、ではですね、これで走らせてみたいと思います。じゃあまずはロースピードで、よいしょ、いきます。
おお。やっぱり金色はねすごい綺麗な仕上げになってますね。うん、いい。苦労して作った甲斐があるなという感じはします。はい、ではですね、よいしょ。じゃあ次はねハイスピードでいきます。ではスタート。では止めます。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのホビーオフで購入した交尾車ですね、まあ、これと同じ交尾車の金メッキのゼロ系新幹線、これを改造して、まあ、先頭車で走れるように改造してみました。まあ、改造自体はね結構簡単だったので、まあ、これは結構ありなんじゃないかなと思いました。またね、この中古ショップとかでこういう金とか銀の、なかなかこう先頭車が見つからないレアなプラレールなんだけど先頭車が見つからないやつとかね、交尾車が2つ見つかったんだけど先頭車が見つからないとか、まあ、そういうプラレールはねこういう改造もありなんじゃないかなと思いました。はい、ただ真似される方はもう絶対気をつけてくださいね。特にまあこういうよく切れるカッターとかね使える場合は本当に手とかね怪我しないように気をつけてください。あとそうそう、あとじゃあ切ったからって合うかどうかわからないんで、一応ねこうちゃんと肩を合わせてやられた方がいいと思います。使うこのシャーシによってはこれ入らないものも出てくると思いますので、はい、ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。こういうのもありっすよね。交尾車だったら結構安くで売ってるんで、まあ貴重な車両でもその交尾車を揃えて、あと中間車かな揃えれば一応走らすことができるんで、これはこれで結構ねありな改造なんじゃないかなと思いました。